長野県立大学の2学部3学科で実践しているのは、世界に目を向けた攻めの学びです。グローバルマネジメント学部、グローバルマネジメント学科では2年時に個々の適性を見極め、グローバルビジネスコース、起業家コース、公共経営コースの3つのコースから進む道を選択します。経営学にグローバルな視点を加えた全く新しい授業を展開し、日本国内だけでなくビジネスで世界に羽ばたく人材を育成。グローバルなビジネス現場での経験豊富な先生方からリアルな授業を受けられるのがポイントです。健康発達学部、食健康学科ではグローバルな視野を持って人々の行動変容を促す栄養マネジメントについて学んでいます。アクティブラーニングを取り入れ、世界基準の500時間に及ぶ臨地実習や多彩な実験、実習を行いながら、食を通じて人々の健康と幸せを支えるプロフェッショナルを育成しています。健康発達学部、子ども学科では子どもが育つ環境をトータルに考え、より良い保育を想像できる保育者に育つ土台となる力を育てます。造形実習室や地域の親子が遊べる広場、ピアノの練習ができる器楽演習室など、保育には欠かせない設備が充実。社会の変化に対応できる子どもの専門家を育てるため、実践や発表が多彩な授業は実に魅力的です。